アメリカンヘアレステリアとは、アメリカ合衆国の珍しいテリア犬種である。アメリカンラットテリアのヘアレス版で、古くから存在する、ヘアレス犬種がそれぞれ固有に置いたったものであることを、証明する重要な意気証人でもある。1972年、通常のアメリカンラットテリアから突然変異によって、生まれた無毛の個体が、基礎になっている。このメス犬は、 ジョセフィーヌ号という名前を得、アメリカンヘアレステリアの母として愛好家に知られている。ジョセフィーヌが無毛で生まれたのは偶然のことで、彼女は、血統書付きの有毛のアメリカンラットテリアの家系の犬であったことから、古来から存在するヘアレス犬種の生い立ちを知るという研究を兼ねて、愛眼犬種として固定することが決定された。ジョセフィーヌを、数頭のアメリカンラットテリアと交配させ、 その子孫と後輩8年目にしてようやく生まれたオスの無毛のアメリカンラットテリアを掛け合わせアメリカンヘアレステリアが作り出された。ちなみにそのオス犬の名前はスヌーピー号といい現在の本種の肌色の多くは彼のものとほぼ同じであると言われている。時々通常のアメリカンラットテリアの血を入れることで遺伝子プールの幅を広げ完成後すぐに 犬種クラブも設立された。不シやアメリカンケネルクラブなどにはまだ公認されていないが、ユナイテッドケネルクラブには2004年1月に公認された。現在は原産国でもまだまだ珍しい存在で、原産国以外ではほとんど飼育されていない。なお、ヘアレス犬種の追い立ちなどに関する調査は、現在も続行中であると言われるが、内容は、 ほとんど非公開でどれほど進行しているかはよくわかっていない。ヘアレス犬種であるため体には全く毛が生えていない。肌は滑らかで暖かく、色は薄桃色落ちとしてブラックのブチがあるもの。時々肌の色が純粋な薄桃色の個体も現れる。マズルは短くアップルヘッドで目は大きく耳は長めの立ち耳。体は引き締まっていて 足が長く、オアサーベル型のタレを。体高18から41センチメートル、体重2.5から7キログラムと、サイズに、幅があるため、スタンダードと、トイに、サイズ階級が分かれている。性格は、好奇心旺盛で、有効的である。人懐っこく、ペットとして飼育するのによく向いた犬種であるが、元が、テリア犬種であるため、 ネズミなどの小型銃を近づけないようにするのが鉄則である。歯は通常の犬種に比べて足りない傾向にあり、咀嚼力に欠けるが硬いものが全く食べられないというわけではない。むしろ顎と脳を刺激しストレス解消することを兼ねて、豚の骨や牛のアキレス腱などの硬めのおやつを時々与えることが推奨されている。肌は乾燥に弱いため、 専用のクリームを使ってケアを行う。無論毛がないため寒さに弱いので、陶器の散歩時には洋服を着せることが大切である。また、暑さには比較的強いが、商用として飼うには、夏季の日焼けにも気をつける必要がある。運動量は普通で、テリア特有の木の荒っぽさもないため、肌の手入れのめんどくささを除けば飼育しやすい。 犬種である。なお、アメリカンヘアレステリアのパウダーパフ個体の養子は、アメリカンラットテリアとほとんど大差がない。ありがとうございます。